でっかい木にドレスを切り詰めたのに。ヘリガニ、ヘリガニ、ヘリガニ。どうもヘリガニです。キャピー。やっと来ましたね。来ました、ね。もう詰めた。ハサミで前のドレッド切ってみたドッキリ、これやっちゃうぞ。実はね、このドッキリするの待ってたんですよ。前1ヶ月に1回ぐらい散髪屋行くんですけど、この前俺らの横で予約してたんですよ。ですぐ俺らその散髪屋に連絡してな、はい、もう前ドッキリしか来ないんで協力お願いしますって言って、もうずっと前が行ってる散髪屋が初めて喋ったんですよ。すいません、前にドッキリ仕掛けたいんですけどつったら、右手と左足上げてオッケーって。まあ、とりあえずね、徐々に切っていって気づくの待とうということでね。ということで、このドッキリ見ていただけたら不幸中の不幸でやっていきましょう。レッツ本当にドッキリの王様って誰なんかな。バカだよIn the baby やってきました、見てください。はい、玉ねぎクラブ8人死んでる擬態ですめちゃめちゃ有名人とかが散髪しに来て、めっちゃすごいとこなんですよ。入ってみましょう。はい、先生失礼します。失礼します。失礼します。あ、はじめまして。こんにちは。今日マイ君を裏切ってくれた行きつけの散髪屋の玉ねぎクラブです。裏切りました、あっさり。ありがとうございます。あっさり裏切りました。裏切っていただきました。あんなやつ裏切ってないもや。ありがとうございます。ね、もう臭いんで切っちゃおうということで、はい、もう作戦ではどういう感じで。作戦では、はい、まあ、いつも普段通り、はい、何気なく普通にシャンプーして、はい、乾かして乾かして、でそしてこの上にここに寝かして、はい、ここなった時にガチこれ目にかぶせてもらって、これ目かぶせてもらって、それまで行く時に8回ぐらいエルボー入れてもらって大丈夫です。 OK。 ということで、とりあえずね、MI の到着待っていきましょう。 OK。フォースからね。そうやろ、かなり前やでな。20年だって僕 2で17やから、やっぱそんな子供なんです。うん、あ、ごめんごめん。3分あるっすよね、絶対夏仕様になってるっすよね。スースするやろ、めっちゃスースするスースするやろ、めっちゃスースするスースするやろ、めっちゃスースする。水で流したし、余計かな。水で流した。いや、でも
ナッツ、あのスースーするやつ最高や。言うに言えなかったんですよ。しかも水やったじゃないですか。あとは風邪ひくかな、もうやっぱり大風邪ひくんじゃんかなと思って大風邪ひくよな、僕も大風邪ひかしてやろうかなと思ったんやけど、それやったらちょっとあれやかな、焦りまくったっすね。痛ないけど出てきます。どういうあれですか、新しいデコの壺押しやし、いつもやってるやん、されたことない、いつもやってなかった、されたことない、僕ツボしやん、私結構やるで、マジやってみた、いつもノータッチやから、どうなの、質問反映とか、ハゲんねん、質問反映、なんでよかった、当たった当たってた、まさかの当たった、当たることあります、うん、びっくりした、僕も100万円あげろ、後で、はい、あげるけど、あげるけど返して、じゃあいらないです、うん、じゃあいらん、本場のやつはさ、もうえげつないから、引きずるぐらい、引きずるぐらいいくからな、うん、絶対に、はい、はい、完成です、完成です、完成です、待って待って待って、いや、おさーだー、俺の髪の毛、痛い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 、これはおかしない、おかしいな、髪の毛抜く、引っこ抜くドッキリか、髪の毛引っこ抜くドッキリか、エゴいてヤバミちゃん、反町隆史ほんまに病気や、頭悪っ、ええー、でドレッドはちゃう言うたやドレグルミっすか、偽グルミっすか、見て見て、高価さそうかぶと、高価さそうかぶと、どつくのお前、お前何やねんこれ、お前、いやもう大丈夫です、止めました、お疲れ様です、じゃあ山ちゃん行こうか、行くか、行こう行こう、俺をもっと行こう、行こう、山ちゃん行こう、どっちやねんメイン、あ、もう大丈夫です、メイン、あ、ありがとうございました、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様でした、お疲れ様でした、3位取るぞ、3位いっちゃったらもうちょっと取れないか、めんどくさいってマジで、じゃあごはんほんま頼むって、ほんまにめんどい、ほんまにやばいんだって、ちょっとほんまに、お前まずここ取ったらあかんて、俺の寝る部屋やのにじゃあそんな打つねんから、ほんまに、え、もう何なんだ、エマイ君どこにおるの、いや、なんかさっき電話来てさ、お前今どこにおるのって言って、今すぐ行くから場所教えろって言って、めっちゃキレられたな、え、お前にキレてな、そう、なんか俺だけに電話来てんの、ね、今、まあお前が言ったって言ったからな、俺エマイ君、マジでちょ、もう助けてよとりあえず、ほんまに、じゃあもうかくまってるから隠れとけよ、え、ほんまに、はい、せえ、ありがとう、隠れるわ、マジで山ちゃんが言った、山ちゃんが詰めたけど、あいつ山ちゃんが言ったって、俺その映像見せたよ、いやでも言った言ったじゃなくて、お前も一緒に会ったよ、俺止めたよな、俺お前にずっと言ったよな、もう玉ねぎの人に言ってるっつって山ちゃんが、それで俺もそんなの、じゃあお前が止めろね、いやだから俺玉ねぎの人に言われへんやん、やるって言ってんだから、だからもうその山ちゃんが言ったやんって、ちょ、あいつどこやんねん、ずっと連絡出へんの、いや、あいつはこのクローゼットの中におる、あ、お前、マジそれだ、うそ、お前ずっと探してたやんか、なあなあ、もう二度とすんな、すいません、パンがやろ、すいません、ほんまに考えろ、マジでやだ、あれだね、やめて、やめて、もうやめて、もう帰る、ちょっと話しようか、もう何しようか、やめて、やめて、はい。
エディインケ。これガンダマのグッチ。俺は全然イモってなんかねえ。ああ来た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 、これお前何してんねん。いやほんまわかんないですよ僕。何してんねんって。どれっすか。そこの下や、そこの前の下横にあるやろ。読めよちゃんとロックって。どれっすか。ここのドアのロックを開けろよ。